映画界のプリンセス、左幸子さんの驚きに満ちた人生を覗いてみましょう。今回の動画では、彼女の輝かしいキャリア、波乱に満ちた結婚生活、私生活での苦難、そして晩年の病気との戦いに焦点を当てます。1950年代から1970年代にかけて、日本の映画界でその名を轟かせた左幸子さん。彼女の演技は観客を魅了し、多くの名作に出演しましたが、その私生活は決して平坦なものではありませんでした。左幸子さんのキャリアは1950年代に映画禁じられた遊びで脚光を浴びることから始まりました。彼女の演技力と美貌は多くのファンを魅了し、一躍スターの座に上り詰めました。しかし、1959年に映画監督の萩進さんと結婚し、娘を出産した後、家庭生活は次第に波乱の展開を見せます。1975年に別居し、1977年に離婚。さらに、萩監督が彼女の実妻である貴美子さんと再婚するという、衝撃的な出来事もありました。その後、精神的な困難と戦いながらも、左幸子さんは女優としての活動を続けました。彼女の心の葛藤と苦しみは、彼女の演技に深みを与え続けました。そして、1985年に胃がんと診断されると、彼女の身体に新たな試練が訪れます。それでもなお、彼女は仕事に没頭し、観客に感動を与え続けました。最後に、左幸子さんの晩年の闘病生活について、1991年には胃がんが再発し、2001年には肺がんと診断されました。彼女の最後の日々は病気との戦いに満ちていましたが、それでもなお彼女は舞台に立ち続けました。左幸子さんの人生は、困難を乗り越えた強い女性の物語です。今回の動画では、彼女の生涯にわたる波乱万丈のエピソードを一緒に紐解いていきましょう。それでは左幸子さんの経歴と功績について始めましょう。左幸子さんは、昭和を代表する女優として、多くの映画や舞台で輝かしい活躍を見せました。1930年に富山県の下新川郡朝日町で生まれた彼女は、古美術を商売とする父親と坂戸親子と、ピアノなど多彩な才能を持つ母親のもとで育ちました。幼少期から芸能の世界に憧れを抱き、1947年に白鴻高等学校を卒業後、上京しました。1950年には同業女子体育専門学校を卒業し、翌年には東京都立第五商業高校で新任教師として保健体育と音楽を教えましたが、一方で俳優座の委託生として演技も学びました。1952年、左幸子さんは初美の過ちで映画デビューを果たし、その後も新東宝の専属女優として数多くの作品に出演しました。1954年には日活に移籍し、山村聡監督の社会派映画黒石陽で重要な役を務めました。1955年の所中古では毎日映画コンクールの女優上映賞を受賞し、秋田県出身の純朴な女中役を見事に演じました。翌年の1956年には上坂四郎の犯罪でヒロイン役を演じ、甲府国産映画祭で主演女優賞を受賞しました。左幸子さんの演技力は、純粋な女性から気の強い女性、さらには狂気に満ちた女性まで幅広く演じることができ、観客を魅了しました。1957年の幕末太陽殿では売れっ子の遊女役を演じ、南田陽子さんが演じるライバルの遊女との取っ組み合いシーンは、まさに迫真の演技でした。彼女の女優としての実力は映画界でも高く評価され、1958年に大映に移籍後も、独立プロの作品に参加し続けました。キネマ旬報賞やブルーリボン賞など、多くの映画賞を独占し、左幸子さんの名声は一層高まりました。1962年からはフリーで活動を始め、映画会社に有名な女優として売り出してもらうことよりも、良い作品に出演することにこだわりを持ちました。自らの演技に対する信念を持ち、役柄の解釈や演技について納得がいくまで議論を重ねました。こうした姿勢が、多くの映画賞での受賞につながったのです。左幸子さんは、その卓越した演技力と多彩な役柄を演じる才能で、昭和の映画界において確固たる地位を築きました。彼女の作品は今なお多くの人々に愛され続けています。次は左幸子さんの家族関係と結婚生活についてです。左幸子さんの私生活において最も注目されるのは、1959年に映画監督の萩進さんと結婚したことです。左さんと萩監督の出会いは映画制作の現場で、映画への情熱を共有する2人はすぐに意気投合し、結婚に至りました。彼らの結婚は当時の映画界でも大きな話題となり、
映画人としてのパートナーシップが強調されました。1964年、左さんは娘を出産しました。この娘は彼女の人生において大きな意味を持つ存在となりました。しかし家庭生活は必ずしも順調ではありませんでした。ハニ監督との結婚生活は次第に険悪なものとなり、1975年には別居を余儀なくされました。この別居は映画界でも大きな話題となり、多くの人々が注目しました。別居後、左さんはハニ監督との関係を修復しようと努力しましたが、その試みは成功しませんでした。1977年には正式に離婚が成立しました。この離婚は左さんにとって大きな痛手となり、彼女の心に深い傷を残しました。さらに追い打ちをかけるように、ハニ監督は左さんの実妻であるキミコさんと再婚しました。この再婚は左さんにとって非常にショックな出来事であり、家族関係に大きな亀裂を生じさせました。娘との関係も複雑でした。左さんがハニ監督と離婚した後、娘はハニ監督とキミコさんと共に生活することになりました。これにより左さんは娘と離れて暮らすことになり、彼女の心にさらなる苦しみをもたらしました。左さんは娘を取り戻そうと奮闘しましたが、状況は思うように進みませんでした。この期間、左さんは多くの苦悩と葛藤を抱えることとなりました。左幸子さんの家族関係と結婚生活は彼女の映画人生とは異なり、多くの波乱と苦しみに満ちたものでした。家族との複雑な関係は彼女の私生活に大きな影響を与え、彼女の心に深い傷を残しました。それでも左さんは映画の世界での活動を続け、観客に多くの感動を与えました。次は左幸子さんの私生活での困難と葛藤についてです。左幸子さんの人生には女優としての成功と同時に数多くの私生活での困難が存在しました。彼女が直面した最大の試練の一つは家族との関係に起因するものでした。離婚後、娘が夫の葉に進む監督と実妻のキミコさんと共に暮らすことになった際、左さんは大きな衝撃を受けました。この出来事は彼女にとって深い痛みとなり、精神的な負担を抱えることになりました。1977年の離婚後、左幸子さんは精神的な不安定さに悩まされることが増えました。特に娘が家を出て行った事件は彼女にとって大きな打撃となりました。この出来事により左さんは自殺未遂を図るまで追い詰められました。彼女の内面での葛藤は深刻であり、これまでの輝かしいキャリアとは対照的な一面を露呈することとなりました。こうした困難な状況の中で、左幸子さんは自身の生活を支えるために仕事に依存するようになりました。映画や舞台での仕事を続けることで彼女は心の安定を保とうと努めました。しかし精神的な負担は彼女の健康にも影響を与えました。心の痛みを和らげるために多くの時間を仕事に費やし、自身の演技に没頭することが彼女の唯一の救いとなりました。1980年代に入ると左幸子さんの精神的な状態はさらに悪化しました。彼女は周囲の支援を受けながらも孤独と戦い続けました。この時期、彼女の生活は非常に困難なものでしたが、それでもなお彼女は演技への情熱を失うことはありませんでした。自身の演技に対する信念と観客に感動を与えることへの強い意志が彼女を支え続けました。私生活での困難と葛藤にもかかわらず、左幸子さんは女優としての活動を続け、多くの作品に出演しました。彼女の演技は常に高く評価され、観客に深い感動を与えました。彼女の人生には数多くの試練が存在しましたが、その中でも彼女は強く生き抜き、映画界において輝かしい足跡を残しました。最後は左幸子さんの晩年の病気と最後についてです。左幸子さんの晩年は病との戦いが大きな部分を占めていました。1985年、彼女は胃がんと診断されました。この時期、彼女はすでに数々の困難を乗り越えてきた強い女性でしたが、この病気は彼女の身体と精神に新たな試練をもたらしました。左さんは治療に専念しながらも女優としての活動を続けました。病気と戦いながらも彼女は映画や舞台での演技に情熱を注ぎ続けました。1991年、左幸子さんは舞台復帰を果たしました。彼女の強い意志と不屈の精神が多くの人々に感動を与えました。しかしこの復帰は一時的なものでした。同年、胃がんが再発し、彼女の健康状態は再び悪化しました。病気との戦いは非常に厳しいものでしたが、それでも彼女は演技への情熱を失うことはありませんでした。左さんの最後の数年間は
病気との戦いに多くの時間が費やされました。2001年、彼女は肺がんと診断されました。この新たな病気は彼女の身体にさらに大きな負担をかけました。それでも彼女は可能な限り映画や舞台に立ち続けました。彼女の姿勢は多くのファンや同僚たちにとって大きな励みとなりました。2001年12月、左幸子さんは肺がんのために他界しました。彼女の死は映画界だけでなく多くの人々にとって大きな損失となりました。彼女の葬儀には多くの関係者が参列し、彼女の業績と人柄を称えました。晩年における病気との戦いは左さんの強さと忍耐力を改めて示すものでした。彼女の死後、左幸子さんの作品は今なお多くの人々に愛され続けています。彼女が残した映画や舞台での演技は後世にわたって語り継がれることでしょう。病気と戦いながらも彼女が見せた不屈の精神と情熱は多くの人々の心に深く刻まれました。これまで左幸子さんの輝かしいキャリアから波乱に満ちた私生活、そして晩年の病気との戦いについてお伝えしてきました。彼女の人生は多くの試練に満ちていましたが、それを乗り越える姿はまさに感動的でした。左さんの演技に込められた思いと彼女が直面した困難は私たちに多くの教訓を残してくれます。皆さんはどのエピソードが一番心に残りましたか？彼女のキャリアの華々しい瞬間でしょうか？それとも家庭生活の波乱や病気との戦いでしょうか？左幸子さんのどの部分に共感し感動したか、ぜひコメント欄で教えてください。また左幸子さんの映画や舞台作品についての思い出や彼女が出演した作品で特に好きなものがあれば、それもコメントで共有していただけると嬉しいです。彼女の演技や人柄に対する皆さんの思いを聞かせてください。この動画が少しでも興味深く、また彼女の人生について新しい発見があったと感じていただけたなら幸いです。次回の動画ではさらに深い芸能界のエピソードや知られざるストーリーをお届けしますので、お見逃しなく。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価もぜひよろしくお願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。